世界の青木夢の球宴7番ホールは568ヤード、ここもたっぷりと距離のあるパー5です。さあまずは渡辺プロのティーショット。これはね、行きましたね。下から煽ったって言ってましたか。ちょっと遅くって言ったな。でもかなり飛んでるんじゃないですか。ちょっとバウンドしちゃったけど、バンカーに捕まってしまいました。バンカーの蹴りぐらい。ちょっとね、やっぱり力んでかなり力入りました。はい。いい感じで打ってますね。本当にタイミングの変わらないね、こういつも同じリズムで、やっぱりリズムってのは大事ですよね。はい、ティーショットは左のラフに行ってしまいましたが、はい、ナイスショットですね。そうですね、あの冬の枯れたラフっていうのはね、はい、そんなに難しくありませんから、いいところだと思います。さあそして注目のエルスのティーショットです。どれぐらい飛ぶんでしょうかね。今度はこれもすごい、本当によくぞここまで振りましたっていう。体の回転早いですよね。早いですね。で綺麗に回りますね。笑っちゃってる青木さん。ちょっと右のラフに行きましたが、はい、もうかなり飛んでますよ。そしてオラサバル、これはやっぱ気合い入れて振ってましたね。スイングがですね。ね、いつもあんなに早く振ってたら体壊れないんですかね。ね。あ、やっぱり、はい、あのいい選手ほどやっぱりこう思いっきり体を回してよく振りますね。アクプロちょっと失礼します。はい、ちょっとクラブのことをお聞きしたいんですけど、はい、最近ですよね、キャビティに変えたのは。やっぱりね、なんていうのかな、皆さん。アマチュアの人はすごくキャビティ流行ってるし、まあ自分でもね、半分はねクラブのコレクションみたいな、ゴルフとか、まあ自分のゴルフも楽しくやらなきゃいけないんだけども、クラブでもね楽しめるようにちょっと作ってみたんですよね。あのドライバーの方もですね、パシモンから今度はキャラウェイに変えてますよね。あれはね、やっぱアメリカ行ってるとね、パシモンのね傷ついた時にあの手入れができないんですよ、アメリカの時に。メンテナンス日本でしたらあの1週間1週間できるからいいんですけどね、はいはい、どっちかっていうと自分のゴルフにはあんまり合わないみたい。そうですか。あのどっちかっていうと楽しむ方だったらやっぱりほらパシモンの方がいいでしょ。そうです、ね、だけどやっぱアメリカ行くとやっぱりそういうもんじゃないんだね。なるほど、うん、ありがとうございます。はい、さあ青木プロのティーショットはフォローの風にも乗って313ヤード飛びました。この北浦ゴルフクラブでは7番ホールのレギュラーティーから打って青木プロのボールを超えた方全員に記念品を差し上げます。どんどんチャレンジしてください。さて渡辺プロの第2打です。3番ウッドですか。はい、これスプーンにしてはね、自分としてはもう目いっぱいの距離なんですよ。はい、春には当たったけどね、本人も当たったって言ってますからね。惜しくもグリーンには届きませんでした。そうですね、もう精一杯ですね、この距離が。あのラフでもね、沈んでいなかったんで、はい、フェアウェイとね。私はもう少し力が欲しい。同じように打ったんですけどね。エッジぐらいまで行ったでしょうかね。本音ですね。そしてオラサバル、3番ウッド。つま先上がり、はい、ちょっとつま先が上がってるんでね、フック系の球で行くんですけど、これもすごい勢いで振るんだわ。目いっぱい振ってきますか。はい、うわー振りました。ボールね、ちょっと沈んでる感じでもね、やっぱり上げてきちゃいますね。関係なくきますね、だからやっぱりボールが浮いた方が距離も出ますから、こうやって、セカンドの距離そんなに変わんなかったんだけど、はい、やっぱ乗ってきますね。ナイスオンです。はい、憎らしく見えてきますね。そうロングホールってね、こうハニエルスのティーショット、オラサバルのセカンドショットっていうのは僕らにとってはちょっときついんだけど、はい、そこはね、なんとか技で返したいところですね。はい、このね、やっぱり青木さんのランニングアプローチ。そうです、ここで5番アイアンですね。そう、これをアプローチですか。これをね、やっぱりその、まあ、この時ギャラリーもいっぱい来てましたし、はい、ね、テレビをこうやって見てる皆さんもね、やっぱ見たがってるでしょうから、はい、ちょうどいいものが残ったかなという感じで。そうですね、注目の青木プロのアプローチです。フォローがないね、青木さんのアプローチは。
ポンと止めますね。はい、これね距離感ぴったりですね。ただそのスロープがあってスロープのところで、そう青木さん今言ってますけど、右行くと思ってたのが本人の予想がね、ちょっと狂って、ちょっと左向きすぎたかもしれない。左行っちゃいましたね。うん、まあいいでしょ、まだ持たなくていいだろう、もうこう一番楽しそうにやってたのが青木さんですね。そうですね、うん、さあエルスはイーグルパットです。ちょっと15メートルかなり距離がありますが、はい、長いパットでもね、やっぱりその手首固めて肩と腕のストロークでね、素直にこうボールを打ってくる。これは狙ってきましたね。そうね、やっぱり入りそうな感じできますよね、はい、たとえ入らなくてもね、うん、だからやっぱりそのパッティングっていうのはスコアをメイクする上でね、ものすごく大きな要素ですから。そうですね、うん、青木さんね、実は不安なんでしょうね。こう入っても入らなくてもこうおかしくない距離なんでね1メートル50のバーディーパット。もう俺はパター持っていかないって言ってて、今持ってましたもんね持ってましたね。さあ綺麗に入れました。そうですね、ナイスバーディー。まだうまいじゃないかよまだうまいじゃないかなって言ってました。こんな人追い詰まったら楽でいいよ俺なんでこういう時だけ入るんださあ続いてオラサワルのバーディーパットです。はい、まあこれはもう本当に距離的にもライン的にもまず外すことはない距離ですね。お願いします。さあ7番ホールまで終了して、ともに3アンダー、両チームとも一歩も譲らない好ゲームとなってきました。 Stay tuned, we'll be right backの青木夢の球宴8番ホールは共にパーで、スコアは両チーム3アンダーのまま、前半オルタネート競技の最終ホール428ヤードパー4の9番ホールへやってきました。まずは渡辺プロのティーショット。はい、これ狙いとすれば、うん、やっぱり左のバンカー入れたくないんで、どちらかっていうと右目から軽いドローを打って、そのバンカーまでは曲げない感じで行こうという、はい、ナイスショットです。はい、ちょっとラフに入ってしまいましたが、そうですね、フェアウェイの傾斜がちょっと左へ下がってたんで、思ったより左側へ少しこうバウンドしてきましたね。はい、そして青木プロ、はい、うん、よいしょー、ナイスショットです。そうですね、同じような、はい、はい、ど真ん中です、狙いですね。なんかさ虹穴ぐらい行ってから飛んでるんだ俺はでも今のは軽く打ってますね、はい、もうフェアウェイキープっていう感じで。そしてエルスですが、このエルス、ジョニー・ウォーカー世界選手権でぶっちぎり優勝して、また今年も活躍しそうですよね。そうですね、今やっぱりメジャータイトルに近い選手の一人の有力なね、乗ってますよね、はい、年齢的にもこれからどんどんやっぱり上手くなるでしょうし、パワーはもうね見ての通りですごいパワーですから、すごいですね、はい、やっぱり将来は賞金を受けますかね、うん、アメリカツアーにこうなんていうんですかね、1年間専念すればアメリカの賞金王も夢じゃないというよりかもう現実として近いんじゃないですかね、はい、そしてオラサバル、まあ、いつものように思いっきりのいいスイングで振ってくるんでしょうね。はい、うん、思いっきり振りました。うん、でこのホール4人ともやっぱり右から軽いドローでね、はい、こう狙う感じで行ってましたね、はい、やっぱりオラサバルは右のラフで捕まってしまいました。はい、青木さん、はい、エリスの飛距離っていうのはもうこれは体格の差なんでしょうかね。
まあやっぱり体格の差もあるかもしれないけど若いですよ。パワー。うん、まあそれとねやっぱりここ1、2年強くなったのはねやっぱり自分のリズムを掴んでますよ。あ、まあこういうのをやっぱり僕なんか見ててなんていうのかな、もうちょっとこうなったらもうちょっと強くなるんじゃないかなってのはあるんですけどね。まあ一つのスイングのアークにしてもスピードにしてもね、自分の力をこうフルに活かしてるっていうのかな。なるほど、いいスイングしてますよ、はい、これアマチュアにも当然参考になるスイングですよね。アマチュアに参考になるっていうのはね、要するにリズムをいつも変えないで打つということね、風があるとか、何があるとかじゃなくて自分の持ってるリズムで打つということね、それはやっぱりそういう意味ではこのなんていうのかな、テレビ見てる人たちは、そういうのを見たらいいんじゃないかな。どのショットにしても同じようなスイングしてますから。はい、はい、ありがとうございます。というわけで青木プロはそのスイングのリズムというふうにおっしゃってましたが、渡辺プロもやっぱりスイングのリズムは気をつけてるんでしょうか。そうですね、タイミングが早くなるとか、この自分がちょっとこうプレッシャーを感じた時っていうのはね、リズムが悪くなるっていうことがやっぱりよく起きますから、やっぱりどのショットも同じリズムでというのが基本なんでしょうか。一番いいですね、はいはい、さあ青木プロのちょっと残り144ヤード7番アイアンでナイスをしました。はい、一丁一丁止まねえね、寒い寒いとおっしゃってましたが、この日本当寒かったですよね。そうですね、気温によってねやっぱりボールの飛距離っていうのは多少変化がありますね、はい、体の周りっていうのも随分違ってきますか。ありますね、ボール自体の反発もそれから自分の体の動きもね、両方もともこうなんていうんですかね、少し悪くなるっていうかな、その分距離がちょっと落ちちゃうっていうかな、はい、しかし共にナイスオンです。はい、いや7番で今後ろに突っ込んでやるとちょっと擦ってるよ。まあボンが今喧嘩気味って言ったんですけど、はい、右からの風に対してね、はい、少しこう、カット気味の球をね、打っちゃったっていうか、その分やっぱり短かったんですか。そうですね、青木さんのライン少しそのラフでダウンスロープがかかってたんでね、はい、その分少しカットに入ったんですかね。さあ渡辺プロ10メートルのバーディーパットです。はい、まあこれはもう距離合わせて寄せるパットですね、はい、無理はしない、はい、無理をしないっていう解釈がまあ大体合ってるんですけども、はい、そのこのぐらいの距離になると、運がないと初戦入らないんですよ。ですからその距離を合わせることがやっぱり一番その自分ができる最大っていうかいい方法というふうに解釈をするんですけどね。なるほど、届けば惜しくも外しました。惜しかったですね。だいたいね、届けばって言うってことは届かないと思ってるっていうことなんですよねなるほど、大きな声で届けば、あー出てしまったか。うまいんだ、歩く臆病者が本当にあれですね、結果に対して自分で何か言わないと気が済まない性格なんですねさあエルスは5メートルのバーディーパットです。これはね結構こうやっぱり最初のハーフ勝って終わろうというね、意欲の表れるねパットだったんですけどね、はい、読み切れなかったのかな、少し抜けましたね、はい、オーバーしてしまいました、はい、だから結構しっかり打ってますよね、はい、やっぱ入れてやろうっていうね気持ちが強く表れてますね。はい、オランサーブで決めまして、これもパー。さあ前半9ホールのオルタネート競技を終了して両チーム3アンダーのタイスコア、勝敗の行方は後半の9ホールに持ち込まれました。さあというわけで前半戦終わりまして、ここまでイーブン、お二人にですね前半戦の、どういった戦いになったのかちょっと聞いてみたいと思うんですが、 So we came down to the first half and it's even. Can you describe the first half? まあ僕としてはのんびりやったよ。ただ残念なことに5番ホールは僕のミスでセカンドショットを左に曲げてボギーにしちゃったけど、全体的に見てまあまあの出来だったと思うよ。まずまずだったと思うよ。初めて回るコースだからあまり飛ばさずに来たけど、残り9ホールはバーディーをもっと取っていくつもりだよ。前半戦振り返っていかがですか。
そうね、やっぱりまあ今日はね、渡辺が結構いいパター入れたし、そうですね、まああの僕のはボール飛んでないから、渡辺のボールを使って、まあ、乗せるだけはできたし、まあうまくいったね、うん、渡辺プロ、師匠から、非常に嬉しいお言葉がありました。いやいや、もう青木さんがね、いると思うだけで、それだけでもう大きな大きなね、こう余裕が生まれてくるから。なるほど、はい。後半戦は今度はルールが変わってきます。はい、どのように戦っていきましょうか。いやいや、もう僕らはね、僕らって言っちゃいけないですね、僕はもうできることをね、自分で一生懸命やるだけですから、まああのね、すごくボールがね飛んでいく人がやっぱり対戦相手ですけど、そういうのは見ないで、うん、やっぱ自分のゴルフをねしないと戦えないね。はい、というわけで青木さん、まあ、ぜひ後半は。そうね、やっぱ僕は飛ばないから、逆に言えばね、少し自分のためにね、テクニックを練習しようと思ってるから、自分のためにね。はい、ぜひ頑張ってください。はい。